8日の火曜日から続くは、先月フランスで起きた新聞社シャルリエンドの襲撃事件、その引き金となったといわれる、イスラム教の預言者ムハンマドの風刺画についてまとめた本が日本で出版されるようになりました。本にはシャルリエンドが載せた風刺画など48点を収録、絵図と表現そのものでしかないとした上で絵の解説などを行っているようです。と国内のイスラム教徒らは13日、出版社の前で抗議、預言者を漫画にすることは許されないなどと訴えました。出版社側は風刺画がどんな意味を持っているのか知ってもらうのが最大の目的だとコメントしています。2月10日の火曜日です。財務省はこの日、国債や借入金などいわゆる国の借金が去年12月末時点で1029兆9205億円に当たると発表しました。国民1人当たりのおよそ811万ずつの借金を返せる計算になるんですが、そんな自覚がなかなか一人一人は持てませんので、でもこの国の借金、今年度の末にはさらに32兆7000